はい、9月最初の演技グルーヴ、ささいささとなんか壁と一体化してるんですけど自己紹介は後で、はい、なんか最近喋んないよね最初あなんかこれ放送開始3分くらい前からずっとこのポーズだったから結構疲れたよね。いや全然、あ本当、あ全く、あこれポチも本当、はい、またひろちゃんスリムになって、なんか私が太った分痩せた感じがする。そうですか、うん、まあ、最近3キロ痩せたって前にも言ったかもしれないんですけど、ね、あ私は同じくらい増えた、ね、3キロ増えました。本当ですか、はい、まあね、でも女の子はね多少ね太ってたぐらいがね可愛いんですよ、この仕事で豚はちょっときついです。太ってるには見えないんですけど。本当ですか、はい、あのねブログに載せる用の写真をね撮った時にねちょっとこれは私やばいなと思って、先週も自撮りしたけど先週こんなだっけと思って見ておかしいなと思って体重を測りに行ったんですよ。そしたら、はい、あの2キロ増えたなとか思って2キロ増えたとかブログに書いてたんだけどそれよりもさらに1キロ増えてました、はい、もう毎日測ろうと思ったこれから体重やっぱなんか測るだけダイエットっていうのもあるらしくて、やっぱ測るとちょっと頭の中に何キロってこうインプットされているそれでだけで気をつけようと思うみたいですみたい、はい、で私は近況なんですけど、最近短大の時の友達に会いまして久々に、はい、午前中に仕事が終わったから暇です、うん、というね、うん、返事が来まして、うん、誰か会いに来てってなんか一斉に来てたんですけど、うん、で私がちょっとね、うん、わざわざ来てくれて、あのゲーセンでもう遊びまくってプリ取りまくって、うん、なんか悩みとかもすごい聞いてくれてすっごい楽しかったです。いいな本当に本当それでなんかガンアクションとかやってたりとかして、うん、太鼓の達人とかすごいいろいろ力入れまくってたんで、すごい筋肉痛です。ゲーセンを堪能してるね。ゲーセン楽しいですよ。もう本当におかげさまで毎回筋肉痛ですよ、ゲーセン行くたんびに。私ゲームが苦手で、なんかあの車の運転するやつとかもどれが自分か分かんなくそうダメなんですね、ゲームが。はい、では CM です。